グリーンブラックスはイギリスに本拠を置くチョコレート会社で米国の大手食品企業クラフトフーズの子会社。グリーンブラックスは各種のチョコレートバー、アイスクリーム、ビスケット、ホットチョコレートなどをポーランドとイタリアにある工場を中心に生産している。同社の製品は有機農産物から生産され高価で販売される。 グリーンブラックスは1991年にクレイグ・サムズとその妻で雑誌編集者、ジャーナリストとして活躍していたジョセフィン・フェアレーによって創業された。社名の由来は創業に関わった者の,の人名ではなく言葉遊びのように付けられたものであり、グリーンは創業者たちの環境問題への関心を、ブラックは製造を目指した。 ココアパウダーの比率が高いチョコレートを表している。1994年から、同社は、ベリーズのマヤ族の農民から、フェアトレードによる、カカオ豆の購入を始めて、マヤゴールドチョコレートバーを生産し、同年のワールドやビジネスアワードを受賞し、また、イギリスで、最初のフェアトレード認証を受けた。同社は、ベリーズのプンタゴルダに、 小さな事務所を構えている。アジア太平洋地区で販売されるグリーンブラックスのチョコレートは2010年末までに製品の90%でフェアトレード認証を取得し、さらに2011年中には全製品でフェアトレード認証を取得していくと公表されている。2005年5月、キャドバリーシュウェップスはグリーンブラックスを買収した。 買収額は公表されなかったが、2000万ボンド前後であったろうと推測されている。キャドバリーはグリーンブラックスを今後も独立した事業として存続させると公約した。2010年1月19日、キャドバリーシュウェップスはクラフトフーズに買収された。キャドバリーには115億ポンドの値がついた。ありがとうございます。